はい。というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げせスパジャー大歓迎、来る者、こまずお届けいたします。パーカッションのワークショップ、高見がお送りします。よろしくお願いします。パーカッションって知れば知るほど演奏してみたくなって欲しくなっちゃいますね。叩き物に関してなんですが、一つの楽器にまずは集中して上級レベルになってから他のに手を出した方がいいのでしょうかそれともいろいろ試した方が幅を広げつつ到達できたりしますか高見さんのご意見教えてもらえると嬉しいです。いい質問ありがとうございます。僕の 見解思うのはですねいろいいろやった方がいいですねだたいその楽器を始めるにあたって初級レベル中級レベル上級レベルみたいなおよそあるじゃないですかパーカッションでいうと初級レベルは大体、まあ、どんな楽器でも基本の音が発音できる、まあ、および手の速さで叩けるとかアクセントが叩けるっていうのが初級レベルにあたると思うんですがその初級レベルはねなるべく広くやった方がいいと思います 共通項が見えててくるっていうかね今の話でじゃあ言うと今ガで使うようなこのヒールトゥ今ガでヒールトゥーを練習したらああこれってこういう風なちょっとこう回るような動きなんだなっていうことがなんとなく分かるとああじゃあこれこのままこれ下本に使えるわと。 あ今までこうやってたけど、こうやったら、あ、楽だわ、みたいな気づきが多くなる。やればやるほど、あれですね。<laughs> コネクティングドッツですね。あの、一個一個の点だったものが、こう、だんだんね、つながって見えてくるというところです。で、最終的には、やっぱり、自分がどうあるべきかっていうことに、自分に返ってくるっていうかね、えー、楽器がどうこうっていうよりかは、この自分の うんまあ体の動かし方もそうだしマインド的なものもそうだしだからいろいろやるのがおすすめですはいで別に買わなくてもいいじゃないですか何か持ってる人がいたらちょっと叩かせてよみたいな感じでもいいと思うんですよえっ、ー、とそういうちょっと手を出しつつ一個メインのやつを決めておくっていうのいいと思いますよカホンはとりあえずあのメインの道として <laughs> 自分のメインとしてあって、まあ、ついでにちょっと手を出して で、そのやっったことを下にフィードバックすするるていうか応用するみたいにするといいんじゃないかと思います。やっぱそのパーカッションの魅力っていっぱいあるっていうことだと思うんですよ。要は一個の楽器をひたすらやってると絶対にその何て言うかな <laughs> アップダウンがあるじゃないですか気持ちの。お今これすげえ練習したいぜってなってる時とあちょっと練習めんどくせえなってなる時が絶対 訪れるわけじゃないですかこれが1個だと結構しんどいですよね。だからその「ああちょっと花本の練習 <laughs> しんどいわ」ってなったらちょっと違うのやってみるとかでもいいしなんかその時にやっぱりおっしゃってるようにトキュメーターのとか新しい楽器を買って魔力を感じたらもうひたすらそればっかやるとかね1ヶ月とか。 するとその本職の方っていうか花本の方にも絶対得るものっていうかねプラスになるものがあると思いますよ。